どうも、エルザです。それでは、ラストオブアスパート2やっていきたいと思いまーす。さて、一応逃げ切れて、戻ってきたんで、多分眠って、2年前の記憶を見てるって感じかな。ちょっとね、顔が、大人っぽくなったよね。3年前の時はまだちっちゃいなーと思ってたけど、やっぱ1年経つと全然違うね。感染者だ。何匹？ほんのちょっと。え？マジで？ああ、スナイパーライフルか。試してみるか。まあ、スナイパーライフルはね。今日は気分いいしな。エリーが最初に使った武器だよね。赤い看板見えるか？当ててみろ。隠れてる奴らもおびき出せる。高めに狙え。弾は落下するからな。わかった。ここ。よしいいぞ。音に引き寄せられてる。まあどうせパトロール中だし、倒しとくか。いや。なあもう。弾が落下する距離も考えろよ。あーむずい。ゆっくり。あーしかも動く。あ。いや意外とこれぐらい。ここ。1メモリ落ちてる？あと2匹。2落ちて。今ので終わりだ。ああ、今のは決まった。こっちにまだいるぞ。わかった。いや、難しいわ。冬は群れがここを徘徊するんだが、何匹か取り残されることがあるんだ。毎年同じルート通ってくの？渡りの群れみたいにな。なんでだろう。ほら、大気圧ってやつが一定の気温に達したらって、俺がそんなこと知ってるように見えるか。小屋を見てみろ。坂を下ってるみたいだな。なんで？動物の死体か。トラックのそば見てみろ。あそこの鹿を食ってやがる。腹減ってんだろ。これか。才能あるな。おーし、もう一度。ここほーら、どう？上出来。3匹いるみたいな。ああ、これね。いたね。うーわ、惜しい。秋の匂いはたまんないね。乾いた葉っぱの匂い。こっちらしいね。はい。なれば。やった。走ってきてるね。あれらまでかかった。これでおびき出せ。あーむずい。物理は厄介だろ。物理は厄介すぎます。はい。もういない。
こっちにいるかもな。スキーリフトのそばだ。あっちの方を見てみろ。ゴンドラの下、支柱のそばだ。見えるか？これか。これ当たった。うまいぞ。いるぞ。帰ったらジョエルに報告だ。あと3匹。ジョエル、ここ。かき混ぜてっかな。あいつのことだから焦がしてんだろうな。ここ。ああ、ちょっと左。必ず焦がすんだよな。オートミール。スープ。料理下手。よーし。あ、そんなジョエル料理下手なんだ。やった、当たった。片付けるべきなんだろうが、もういないみたいだな。そうみたいだね。それじゃ行くか。ジョエルが待ってる。オッケー。ここ打つとはしごの、ああ一番下か。難しいってレベルじゃないな。もういいか？うん、ありがとう。気分晴れた。そうか。お先にどうぞ。余計なお世話かもしれないが、ジョエルが心配してるぞ。別に心配する必要ない。そうだろうけどな。でもちゃんと口を聞かなきゃ何かあったって思うだろう。ちゃんと話してる。挨拶だけじゃなくて会話するんだよ。わかった。努力する。あれ、ここあれじゃん、逃げてきたところじゃん。お前たちが撃ってたのか？エリーが感染者でスコープ試してたんだよ。どうだった？いい感じ。そういえばな、エリー、ギターの弦変えてないんじゃないか？変えるものなんだ。あ、そうじゃ、新しいのを見つけようなう。下に楽器屋があっただろ。ギター用品もあるさ。ちょうどあそこは巡回先延ばしにしてたしな。見張りは任せろ。どうする、エリー？いいよ。それじゃったり。そういう使い方。ねえ、本当に来ないの？ほら行け。待たせるな。ここはあれだよね、最初なんでここにの時だけどさ。そりゃジョエルのだろ。あ、ジョエルなんだ。序盤ジョエルたちが逃げてくる場所か。確かになんかゴンドラ動かして逃げようとしたもんね。ね、アビーがそのまま一緒にいて、まあ、逃げ切ったんだけどっていう感じか。ほら、忘れ物ないかなって。だよな。じゃあやっぱ拠点の近くでずっとというか最初から使ってた場所だったんだね。なんていらないだろう。普通に弾けるぞ。ほんといい音。漫画なんか。あ、裏返すね。行く。行くよ。
ケー、行こう。よし、ついてこい。それで、お前たち感染者に出くわしたのか。尾根から数匹見つけた。そっちは、家の中にランナーが2匹。ランナーね。パトロールでお前はよくやってるってジェシーが言ってたぞ。そろそろペアで行けるんじゃないかってな。まあ俺に言わせればまだ早いが。銃の腕ならほとんどのやつに勝ってる。それに他の新人よりも経験で言ったら全然。エリー、お前がやれるっていうならやればいい。そうか、ありがとう。ただ頼むから短いルートから始めるんだぞ。いいな、それで様子を見てみろ。わかった。まあね、親やかい心配なんだろうね。お前がハマってたサベッジスターライトって漫画覚えてるか。うん。トミーとあの学校を通った時に何冊か見つけたんだ。面白かった。ああいうのは俺の好みじゃないが、ダニエラ・スター博士はかなり残忍でしょ。特にキャプテン・ライアンとのデスマッチの場面。あれね、あれはキャプテンの自業自得。脱出の下りは予想外だったな。笑える。今はあっちだから、今はどうだ。うん、わかった。でも楽器屋とかあるって考えると多少の娯楽はね、あったんだね。楽器屋だ。うん、見えた。銃が構えれる。持ち上げるか。平気。これぐらいね。ねえ、こっちはいけそうにないよ。何？おかしいな。前は泳いでいけたんだが。ああ、水が引いてんのか。どうするの？お前さえよければホテルを通っていくか。うん、いいよ。扉があるけど。え、あそこ行くの？やっぱ壊れないよね。右の瓦礫のところ。ここ行けそうだな。嘘でしょ。エリー、お前ここ通れるか。試す価値あり。ああ、そういう感じね。オッケー、入れた。待ってて。分かった。さあ、侵入は成功。何かあったか。まだわかんない。まあ特にはないか。お待ちどうさま。見直した？別に、もっとちゃんと食べろ。細すぎだ。これは？相変わらずお礼は言わないんだね。医療キットゲット。医療キットがあるってことは何か出てくるってこと？ここ数
すっごく不気味なんだけど。先に行けそうだが、奉仕が待ってるな。マスコシ。ああ、いるのか。しなきゃダメ。二人きりでしょ。誰かに出くわしたらどうする？はいはい、つけます。ああ、じゃあつけるのはジョエルが念押ししてたんだ。しっかりしてんね。身長第一だろ。マスクをつけずにいて、いつか誰かにばったり出くわしたらどうするつもりだ。そんなヘマしない。誰にもあのことは話してないな。ジェシーとかディーナとか。するわけない。それならいい。上か。ああ、で、ジェシーにはまあ、そうだね、ガスマスク壊れて、まあ、バレたっていう流れだったね。ここ入ったことあるの？あ、ディーナか、ディーナの方か。通りの巡回だけだ。うっかり見過ごしてたってことか。かもね。なんか隠しありそうだけど。あ、特にカードとかはなかったね。まあ嫌な感じ。だいぶ前に撃たれたみたいだな。最後にパトロールが来たのは。さあな。ジャクソンの人？いや、確か失踪したのは去年いなくなった若者二人だけだ。こいつは老けすぎてる。迷い込んだんだろう。はあ、失踪者とかいるんか。あれ、ジェル？こっちだ。上か。いや、いるね。パトロール中でしょ。そうだな。倒していくか。ぐるーって回っても行けたわけだね。こっちだぞ。はいほい。
左側。左側。上か。気をつけろ。触らない。エリー、こっちだ。またか。弾が足りるかな。エリー、捕まえたぞ。はい。あ、ちょちょ。ジョエル、今ので終わり？多分な。悪くなかったぞ。あのさ、今日はギターの弦取りに行くの諦めない？俺もそう思ってたけどな。とはいえ、出るには前に進むしかないな。あー、出れないのか。とりあえず、マジか。回復まで。けど弾欲しいね。ないかな。何かあるかもしれないな。先行って。意外と長いね。マジか、弾足りねえ。いやいや、際どいってレベルじゃねえかったぞ。食ったってこと以外にか。一晩ぐっすり眠れば元通りだ。早くここ出たい。いや、賛成だね。いやー、外したの痛いな。思ったより弧を描いて上に行ったからね。何してんの？奥にブローターいたらどうすんの？心配するな。
胞子は飛んでない。さっきのマジですごかったね。この辺じゃブローターは珍しい。だね。ジェシーとディーナがこのこと知ったら死ぬほど驚くはず。そういえばあの二人は付き合ってるんだろ。くっついたり離れたり。なんで？ジェシーはお前の話ばかりだろ。ジェシーとはただの友達。本当にそうか？俺は結構勘がいいんだぞ。悪いけど完全に外れ。期待しても無駄だよ。あれ、ブローターっていうやつなんだ。ジャンプナーまた違うあれかな、違うやつになるのかな。全然同じに見えたんだけど、それともあのつけたグループがつけた名前なんだろうかね。なぜやたら玉が手に入る。出ないよね。まさか出ないよね。お前ならここ通れるか。なあ、どうだ。ああ、ほら。ねえジョエル。ん？あの子たちだ。去年逃げ出したカップル。そうみたいだな。ジャクソンはいいところだけど、他の場所で苦しんでる人たちの話を聞くのが辛い。みんなを救いたくて、良かれと思って町を出たの。でも1時間もしないうちに群れに襲われて、2人とも噛まれて、変わり果てる前に命を絶つことに決めた。家族や友人に謝っておいて、アダムとシドニーより。彼女を撃った。なのに俺は怖くて死ねないでいる。アダム、ひどいな。免疫さえあれば。なあエリー、トミーと合流して二人をジャクソンまで運ぼう。なあ、ファイアフライの病院から逃げ出したとき、私みたいな人が大勢いるって言ったよね。ああ、そう聞かされた。免疫を持ってる人なんて会ったことない。ジョエルは？隠してるんだろう。お前みたいに。本当にそう？今話さなきゃいけないことか。あんなに苦労してファイアフライの病院に私を連れてったでしょ。聞きたいことたくさんあったのに。なんで意識を失ってる間に私を連れ出したの？お前の検査をさせてみて、あいつらは無能だと気づいたからお前を連れて。なんで無能だってわかるの？時間をあげれば何か方法を見つけられたかもしれないでしょ。治
療法なんてこの世にないんだ。他の人を助ける方法なんて存在しないんだよ。その事実を変えられるものなら俺だって変えたいさ。でも無理だ。この子たちを家に連れて帰ってやろう。他に言いたいことがないならな。ない。そうか、行くぞ。やっと眠った。ねえ、やってあげる。いいやつだよね。うん。言わなかったの？今は無理。できた。それで何か分かった？そうだね。アビー？この子はノラ。仲間と病院に配置されてて、物資とか集めてたみたい。この病院？そう。ちょっと今行くの？うん、確かめなきゃ。ねえ、せめてジェシーが回復するまで待てば。逃がしたくないし。エリー、場所が分かったんだよ。トミーも知ってるかも。何？別に。そう。ドア開けるの手伝って。よし、5号線に沿っていけば病院にたどり着くはず。さあ、次は病院だね。あとジョエルはやっぱ話してなかったんだね。まあ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 、ちょっと今回はここまでにしましょう。相変わらず物資はやばい。いや、全然ない。まあちょっとね、エリーの感情も何かと揺さぶられてる感じがするね。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたねー。